どうも、いこいです。今回は恋のクラウチングスタートの注目ポイントについて紹介したいと思います。先日、MV が公開された、お茶の間のメジャーデビューシングル。この曲のテーマは、自粛中に恋愛ができなかった女の子が、コロナ後の世界で、クラウチングスタートを決めるというもの、そろそろいいコロナ、歓喜しようじゃないか、など、ダブルミーニングの歌詞も目立ちます。しかし、実際は、 それだけではありませんでした。裏のテーマとして、ご時世の影響でデビューを待たされた、お茶の間のメンバーの気持ちも含まれているようです。ジャージ姿はデビュー前、銀色の衣装はデビュー後の10人を表しているのではないでしょうか。MV は一番のベテラン、キララちゃんから始まり、4人、8人、10人とメンバーが増え、準備運動をしっかり行います。クラウチングスタートを決め、 扉を開けた先には憧れのメジャーデビューが、この日のため可愛い仕草練習してた。ついに刺した恋のスポットライトという歌詞は胸に響きます。ちなみに、昇格まで長かった研修生のトップ3は、キララちゃん、カナミン、ナツメちゃんの3人。キララちゃんは昇格まで約6年。本当にデビューできてよかったです。なお、詳しいランキングや、 お茶の馬の歴史については過去に動画にしていますので、良ければご覧になってください。また MV を見て、お茶のーはベリーズ工房、拳ファクトリーの魂を引き継ぐユニットになるのではとも感じました。ベリはデビュー曲を埼玉スーパーアリーナで撮影。拳も野球場でロケを行ったことがあり、MV やジャケットの雰囲気も似ているような気がします。皆さんはどう思われますでしょうかいかがだったでしょうか お茶の間、いよいよデビューが近づいてきたなぁと実感します。とてもワクワクしますね。皆さんの恋のクラウチングスタートの感想についてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。